プロダクトローンチってのはビジネスローンチなんだよと。こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。今回はですね、ウェブマーケティングの世界で本当に大切なね、基本中の基本である、プロダクトローンチというね、そのマーケティング方法、コミュニケーション方法だと僕は思ってるんですけど、それをね、多くの人が誤解しているので、今改めて、プロダクトローンチのすんごい大切なね、本質と、プロダクトローンチの最終進化系みたいなね、大切なお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。でちょっと最初に告知をさせていただきたいんですけども、僕のね、会員サイト、僕のオンラインコンテンツがね、カジャビというスマホアプリ上でご覧いただけるようになりました。でそこでですね、僕の初心者のためのウェブマーケティングね、基礎講座っていうね、ちょっと 2,3 時間ぐらいある結構僕頑張って作った講座なんですけど、これがね、ちょっと僕自分で見ててもいいこと喋ってるなと、ちゃんとね、僕は普段有料でね、この YouTube とかではお話していないようなね、さらにすごく、詳しい内容とかを今回ね、無料であなたに差し上げる。ぜひこの機会にね、ダウンロードしてね、しっかり見ていただければなというふうに思います。詳細は以下にリンク貼っておきますので、ぜひそちらから登録して、ぜひゲットしてください。最新の講座が無料でね、しかもスマホアプリ上でも見られます。はい、という感じでね、ちょっと最初に告知をさせていただきました。じゃあ早速本題に入りたいと思うんですけど、プロダクトローンチって何かっていうと、よく今までのね、これちょっと間違った、狭い理解なんですけども、よくね、本当になんかビデオ1、ビデオ2、ビデオ3、ビデオ4っていうね、なんかビデオを何本も見せていってね、そこで、ね、なんか商品を売ったり、なんかセミナーに誘導して、なんか高額な商品を売る、やり方なんですよねと。で、ここになんかいろんな人に紹介をしてもらって、たくさんね、なんかメールアドレスを集めて、なんかね、高額な、なんか嘘くさい詐欺講座を売っていくんでしょみたいな、そういったすごく、僕としてはね、すごく間違った、ね、悔しい、その理解がされているわけですよ。で、なんでそれが僕は詳しいかっていうと、そのプロダクトローンチフォーミュラーっていうね、ジェフ・ウォーカーってアメリカ人のおっちゃんが開発したね、ノウハウなんですけども、僕は数年前にそのね、講座、数十時間、30時間、40時間ぐらいだったかな、それをほぼ一人でね、ちょっとアルバイトも使ったんですけど、すべて監修して、僕はすべて翻訳したので、本当に日本で一番詳しい男なのは間違いない、断言できるわけですよ。で、それが日本でなんとなくね、そのね、あるちょっと一つのやり方、JV ローンチっていろんな人に告知して商品を売るって、あくまで一つのやり方が、あるわけなんですけど、それが、なんかプロダクトローンチのすべてなんだよ、みたいな感じでね、日本で間違って理解されているので、それをすごく悔しいなと思って、こういうねビデオを撮ってるわけなんですよ。で、プロダクトローンチってじゃあ何なのか、超簡単に言うと、そのね、連続してコミュニケーションしていきましょうねと。なんか1回ドカンって売ると、1回なんかメールと、もしくはなんか、ね、今日出会った人にいきなり商品を売るみたいな、そうみんなそういうことをしがちなわけですよ。で、普通恋愛で例えれば分かると思うんですけど、普通ね、一目でね、今日会った人に、ね、結婚してください、一目惚れしましたって普通言わないですよね。言ったらちょっとおまわりさん来てください状態になっちゃうわけじゃないですか。なんだこいつキモいって話になるわけですよね。なので普通の人間関係だったらそういったね、いきなり売り込みとかね、そのなんか結婚してくださいみたいなことはしないと思うんですけど、よくビジネスにおいては、初めて出会った人になんかすぐね、自分のことをよく知らない人に対して高額な商品を売ったりね、すごくなんかそのなんかメール送ったりして、すごく嫌がられてしまうっていうね、ことをやっぱりみんなやっちゃうわけですよ。もしくはそこまでいかなくても、広告をね出して、じゃあ広告今日出しましたと、じゃあすぐ結果出るでしょうみたいなね、なんですぐまだ申し込みがないんだ、広告出したのにおかしいだろうみたいな形で、すぐみんな短期的な結果を求めてしまうのが、やっぱりみんなね、経営者、マーケッターがよくやってしまう大きな間違いなわけですよ。で、プロダクトローンチってのは何なのかっていうと、いきなりね、そのなんかすぐにセールスをするんじゃなくて、すぐに結果を求めるんじゃなくて、何度もちょっとずつね、コミュニケーションをしていってね、どんどんファンを作っていって、自分のファンができたら商品を売りましょうってだけなんですよね。なので、あくまでね、3本のビデオを見せて4本目で売るとか、そういうのあくまで一つの事例でしかないわけですよ。なので、プロダクトローンチにおいて一番大切なことっていうのは、そのよくね、シークエンスという言葉があります。はい、これ連続性とかいうわけなんですけども、プロダクトローンチって何なのかって、一言でね、いろんな意味があるんですけど、一言で言うと連続性なんだよと、シークエンスなんだよと、いろんなコミュニケーションをしていくことなんですよっていうお話なわけですよ。で、僕なんかもある意味、ね、年から年中常にプロダクトローンチをやってるようなもんじゃないですか。で、YouTube をアップしたり、Facebook をアップしたり、ブログを更新したり、Twitter とか Instagram を更新したり、メールを送ったりとかね、LINE を送ったりとか、いろんな形で自分の見込み客さんとかね、お客様に対してコミュニケーションを取ってるわけですよ。なんか1回メール送って、それでなんか商品入れるかなみたいな、そういうところ全然期待してない。ね、そんななんかちょっとなんかコミュニケーションしたぐらいで、僕が伝えたいことがお客様に分かるなんて全然期待してないし、
だからこそ何度も何度も時間をかけてコミュニケーションをしていって、たくさんコンテンツをアップして、お客様が僕のことを好きになってもらってからセールスをするんだよってことなわけですよ。なのでみんなね、プロダクトローンチっていうとなんか年に1回だけドカンと売り上げ上げて、そのね、それ以外の時はなんかもう遊んでるみたいなね、っていうなんかその一発勝負みたいなね、あのギャンブルみたいなね、あの一山当てるぞみたいな、そういったなんかね理解をプロダクトローンチについてしているんですけど、違うんですよ。プロダクトローンチってのはすごい長期的に見れば、何度も何度も少しずつコミュニケーションをしていって、なんか1回セールスをして1回キャンペーンやって終わりじゃなくて、ね、ジェフ・ウォーカーがよくね、2つ先のキャンペーンまで見なさい、2つ先の、ね、プロダクトローンチの結果まで見なさいっていう形をよく言ってるんですが、なんか最初売ってみて、でまたしばらくしてからね、その次の商品を売ってみて、でまたしばらくしてから次の商品を売ってみてっていう形で、なんか1回だけのキャンペーンじゃなくて、もちろんそのキャンペーンの中でもたくさんやるんだけれども、で何度も何度もね、自分のプロモーションだったりキャンペーンだったり、いろんなねコンテンツ最新情報発信っていうのを積み重ねていって、どんどんレベルアップしていくんですよって、すごく長期的な目線での話なんですよね。で僕もね、あのすごくそういった本質的なところはね、ジェフ・ウォーカーから、まあ、学び尽くしたと言っても過言ではないので、もう彼にはお金払ってないんですけど、まあ、僕もね、あの 2,3 年ぐらい彼には結構ハイレベルなコーチングプログラムにお金払ってましたし、やっぱジェフ・ウォーカーさんが言ってることは本当にね、僕も素晴らしい、まあ、今だに彼のことは大好きなんですけど、でその彼が言うには、プロダクトローンチには、まあ、究極形があると、プロダクトローンチのある意味最終目的っていうのがあるっていうね、そういったすごく大切な話をしているわけなんです。でそれは何かっていうと、プロダクトローンチってのはビジネスローンチなんだよと、はいね、この意味も今から解説します、はい、ビジネスローンチ、はい、ビジネスローンチって何か、まあ、そもそもね、プロダクトローンチってのはその商品プロダクトをローンチするっていうね、だけの意味なので、別に外資系の企業だとね、来週新しいプロダクトがローンチされるよみたいな感じで全然当たり前に使う言葉なんですけど、まあこういったオンラインマーケティングの業界ではね、こういったなんかビデオを使ったり連続的にねステップメールを送ったりして、売っていく手法、なんかいきなり売るんじゃなくて、しっかりね、なんかそのホープマーケティングとか言うんですけど、なんか一回ちょっと告知すれば簡単に売れんて儲かるんじゃねみたいな、そういった希望的観測じゃなくて、めちゃくちゃ綿密に準備をして、これはもう売れなかったらおかしいだろうぐらいの準備をしてからドカンとね商品を売りましょうみたいな、そういった意味があるわけなんですよね。で今回のじゃあね、すごく大切なビジネスローンチって何かという話なんですけど、まあ、文字通りビジネスをローンチさせる、ビジネスを立ち上げるねっていう話なんですけれども、じゃあビジネスって何かって話ですよ、ね、ビジネスっていろんな意味があると思うんですけど、ビジネスっていうのは僕は考える日本語で言えばね、事業っていう言葉がありますよね。ちょっと書き順がおかしかったですね、すいません、はい、事業、はいね、ちょっと硬い言葉ですけども、事業っていう言葉を聞くとね、ちょっとなんか真面目にビジネスをしてる感じがしませんか。なんかその事務所があったり、まあ別に僕も事務所はないのでね、事務所はなくてもいいんですけど、事務所があってなんかちゃんとスタッフがいてね、あのちゃんと毎月安定したね固定の収入があると、社会的にも認められているみたいな、そういったイメージがあると思うんですよ。だからちゃんとした事業を立ち上げましょう、事業をローンチさせることが、プロダクトローンチの目的なんですよ、最終形なんですよっていうね、ことをジェフ・ウォーカーが言ってるわけですよ。でこれどういうことかっていうと、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、本当にゼロから始めたわけですよ、ね、本当に僕も全然お金がないところから始めて、まあ、ここまでのし上がってきたなっていう風にね、あのね、ある程度の今成功は収めたかなと、ね、思ってるわけなんですけど、ゼロから始めたわけですよ。で最初は、ね、僕もね6年前7年ぐらい前かな、なんか頑張って今より死ぬほど下手なね感じだ、あのね話すのが下手だったんですけど、まあ、なんとか頑張ってそのビデオを撮ったわけですよ。まあ今見るともう多分見てもないと思うんですけども、ね、あの本当にもう見たくない、もう死ぬほどなんかダサいしかっこ悪いし話すの下手だしみたいな、そういったビデオなんですけど、それをなんか3000円でね、ちょっとしたメルマガリストに送ったら、まあ3人ぐらい友達が知り合いが買ってくれたみたいなねところから本当にスタートしてるわけなんですけど、なんかどこかの会社の資本のバックアップがあるとかね、そういう話じゃなくて本当にゼロから自分でスタートするわけじゃないですか。で最初は本当に ebook かもしれないね、本当にね、なんかちょっと電子書籍を頑張って書いて、それを数百円とか数千円で売るってところだったり、まあ、僕みたいに本当にね数千円でちょっとしたビデオ講座を売るのか、音声講座を売るのか、まあ、そういったちょっとしたね、デジタルコンテンツ、何かね情報商品、情報商材とかいうのかなっていう商品を売るところからスタートするわけじゃないですか。もしくはセミナーでもコンサルでもいいんですけど、まあ、そうやってすごく小さな売り上げをね、上げるところからスタートするわけですよね。まあ、それもある意味プロダクトローンチなわけですよね。電子書籍をローン
チする、それもプロダクトローンチですよね。ちょっとしたビデオ、3000円のビデオ講座をローンチする、それもプロダクトローンチですよね。まあ、そうやって小さくね、小さくほんの小さいリストにちょっとでも売上げ上げるってところが本当にね、最初のローンチでいいんですけども、やっぱそれをどんどん積み重ねていくたびに、やっぱそのレベルアップしていくわけじゃないですか。僕も本当に最初は3000円のクソ安いね、しょぼいビデオ講座を売るところからスタートしたのが、それが数万円の講座を売ったり、セミナーをね、売ったり、そこからね、数十万円の合宿を売ったり、ね、塾を売ったりとか、個別コンサルを売ったりとか、まあ今でこそね、リトルインナーサークルって、まあ、月額課金のね、商品もあるわけなんですけども、まあ、そういう形でどんどんレベルアップしていくわけなんですよ。まあ、特にやっぱりね、そうやって安定収入、ね、月額課金とかのね、ビジネスモデルができるようになってくると、やっぱり本当に事業としてちょっと確立してくるなと。本当にebook を売ってたところからスタートしていくんだけども、どんどんローンチを積み重ねていくことによって、最終的にはね、世の中に誇れる、誰に言っても恥ずかしくない、そして安定収入がしっかりね、あるね、素晴らしいね、堅実なビジネスが出来上がるっていうのがプロダクトローンチの最終形なわけですよ。だから僕に言わせればね、いつまで経っても年にね、数回ね、なんかでっかい、なんか数百万円とか高い講座をただね、短期的に売るだけのやつらっていうのは本当にプロダクトローンチを理解していないわけですよ。本当の意味でのね、誇れるような安定した収入のある事業を作れていない人が多いね。その事業を作るのがプロダクトローンチの目的なので、ぜひそれを勘違いしないでほしいなというふうに思います。いいですか？プロダクトローンチってのは連続的にどんどんね、コミュニケーションを重ねていって、ファンを作って長期的にね、どんどんビジネスを成功させていこうっていうお話ですので、一回でなんかすぐ売れようとかね、短期的になんかすぐ結果を出そうって話じゃなくて、ちゃんとコンテンツを与えてからね、ファンにしてから商品を売ろうっていうお話なわけですよ。で、それをさらに長期的な目線で捉えると、一個商品売って終わりじゃなくて、一個売って次を売って、ね、またどんどん新しい商品を売っていって、そういったね、そのどんどん自分のビジネスの事業の資産を積み重ねていって、まあ、本当にね、その安定収入があるようなしっかりとした事業を作れるっていうのが、プロダクトローンチの本質なんですよってことを、ね、しっかり覚えておいていただければなというふうに思います。まあ、僕も全然まだまだではあるんだけども、まあ、本当にそういった理想に近いね、その安定した事業を本当にね、僕もできつつあるので、まあ、本当にね、そのプロダクトローンチの教えを守ってよかったなというふうに思っています。ですので、ぜひあなたも短期的に、ね、すぐ結果得たいとかね、すぐこれで結果出そう、すぐでなんか理想が叶うみたいな、そういった夢物語はやめてですね、まあ、コツコツどんどんね、商品だったりプロモーションを積み重ねていくことによって、お客様が徐々に増えていって、まあ、安定してね、本当に世の中に誇れるような安定した事業ができるんだよってことをね、ぜひ知っておいて、少しずつ始めて長期計画でね、それしっかりファンと顧客を集めてほしいなというふうに思います。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。最初にも言いましたけど、私の最新のオンライン講座、今一つ無料で配っておりますので、ぜひね、こういった話をさらに詳しく知りたいとね、ウェブ集客の本当の基本の大切なお話を知りたい方は、ぜひね、以下のリンクから、私の最新の無料講座ゲットしていただければなというふうに思います。ということでね、今回もご覧いただきありがとうございました。ぜひこの動画にいいねお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひそちらもお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。